ロサンゼルスクリッパーズ対フェニックスサンズステープルズセンターはロサンゼルスダウンタウンにある屋内競技場3億7500万ドルの建設費をかけて1999年に完成した事務用品企業ステープルズが命名権を取得している年間250のイベント400万人が訪れている NBA のロサンゼルスレイカーズロサンゼルスクリッパーズ ワンバのロサンゼルススパークス、NHL のロサンゼルスキングスの本拠地である。センターの外には、NBA 選手、ジェリー・ウエスト、カリーム・アブドゥル・ジャバー、マジック・ジョンソン、シャキール・オニール、NHL 選手ウェイン・グレツキー、プロボクサー・オスカー・デラ・ホーヤの銅像が建てられている。1999年10月17日に、コケラ落とし公演のブルース・スプリングスティーンと、 イーストリートバンドのコンサートが行われた。毎年2月には、世界最大の音楽祭、グラミー賞が行われている。2000年に、民主党全国大会が行われた。2002年の全米フィギュアスケート選手権、NHL オールスターゲーム、2004年の NBA オールスターゲーム、2002年から2005年にかけて、WTA ツアー選手権などが行われている。 2006年1月22日に行われたレイカーズ対トロントラプターズ戦でコービー・ブライアントが NBA 史上歴代2位の1試合81得点を記録した。WWE では2005年のレッスルマニア21が行われ、2009年からはサマースラムの会場として毎年使用されている。2009年3月には世界フィギュアスケート選手権が開催された。 2009年7月7日、マイケル・ジャクソン公開追悼式の会場となった。チームに特有のロッカールームを含む合計12のロッカーと、更衣室が、レイカーズ、クリッパーズとキングスのためにあり、一連の会議室が取り付けられた3階建て高層オフィスビルで、スイートレベルとさらなる部屋で、バンクオブ、アメリカ会議室の面積を含むアリーナにある。 素晴らしいアリーナレストランとクラブスペースを含む広くおもてなし施設がアリーナの一端のスイートレベルにあり、アリーナを見渡すこともできる。収容人数はコンサートで2万人、バスケットボールで18,997人、アイスホッケーとアリーナフットボールで18,118人を収容できる。最多入場者数記録は2009年1月24日の ボクシング WBA 世界ウェルター級タイトルマッチの2820人。アーカイブされたコピー。2011年7月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年7月12日閲覧。 h t t p b a s k <ッ> e t b a l l b a l l s a r k s c o m n b a l o s a n g e l e s c l i p p e r e s n e w i n t e x h t m l a f a c i l i t i e s s t a p l e s c ロサンゼルススポーツカウンシル。2008年1月1日。閲覧。i g ステープルズセンター アイグワールドワイド、http www.aegwrldwide.com スラッシュファシリティズスラッシュアレーナススラッシュ staplescenter2012 年4月3日閲覧。ありがとうございます。